熊谷花火大会は埼玉県熊谷市の荒川河川敷で行われる花火大会。埼玉県内でも有数の規模の花火大会である。熊谷空襲の被害から復興したことを記念して1948年に開かれた大熊谷復興花火大会を期限とする。2009年の開催で60回、2019年の開催で70回を数えた。 埼玉県内で最も歴史ある花火大会とされている。2020年の第71回大会は2020年東京オリンピック開催の影響により2ヶ月前倒して6月6日の開催予定だった。ところが新型コロナウイルス感染症が拡大の一途をたどったことから同年4月1日熊谷市はこの年の開催中止を発表した。 2021年は延期となった東京オリンピックに合わせ、前年の予定同様日程を早めて5月29日開催とするとともに新型コロナウイルス感染拡大防止対策として会場を分散しつつ観覧禁止とし5分間に限って開催。会場は荒川大橋下流付近、釘橋上流付近、熊谷スポーツ文化公園付近。 メヌマグライダー滑空場付近、熊谷桜運動公園付近の5カ所。ありがとうございます。